中野省駅は、滋賀県大津市中小二丁目にある、京阪電気鉄道石山坂本線の駅。駅番号は OT、OT06。待機録完成導入以前は、滋賀里駅などと同様、区間性運賃区会の境目にもなっていた。千鳥式配置の2面2線のホームを持つ、地上駅。踏切を挟んで北側に石山寺方面行きホームと、駅舎、南側に、 坂本方面行きのホームがある。石山寺方面行き駅舎には、友人改札口あり。坂本方面行きホームには前述した通り駅舎がなく、直接ホームに入る形になっている。ピタパ利用時には専用のカードリーダーにかざして、出入りする。平日は、午後の数時間しか駅員がいないが、逆に土休日は昼間時に常駐となる。ホーム有効調は2両。 乗り場番号は設定されていない。参考文献、京阪電鉄駅置きの沿線情報誌、K プレス2014年12月号6ページ、気になる、あの駅散策マップ、中の小駅より一例として、1993年以前に刊行された、京阪時刻表、間末の、駅間普通旅客運賃表の項に、運賃区数を区切った。 大津線の路線図のようなものが掲載されていた。駅係員配置時間、ウェーバックマシン。ありがとうございます。